どうも、ともハピです。今日はゲストの方来ていただいてるんで、早速お呼びしてみたいと思います。ゲストの召喚。はい、私ヒカトフィー、ヒカマシが撮影してるカッピーツリーフェイスの作文ルルです。はい、ということで、ヒカトフィーです。はい、よろしくお願いします。なんでね、こんなカードゲームメインでやってる新米 YouTuber のともハッピーがアイドルさんとね、コラボさせていただいてるかと言いますと、うららちゃん、マジック・ザ・ギャザリングが大好きなアイドルさんなんです。で、早速なんだけど、うららちゃんにね、普段のその活動のこととか、はい、まあ、マジックのこととか今日はいろいろ聞いてみたいと思うんですけど、普段のちょっと活動について簡単に紹介していただけると助かるなーなんて思います。はい、私たちは、2016年4月に結成した、福知山市の、ご当地アイドルとして活動しています。普段はですね、ライブ活動を中心に、関西では、普段は大阪を中心に地元の福知山での定期イベントや、兵庫県姫路市などに、ライブに行ったりとか、名古屋に行ったりとか、最近は東京遠征も行ったりとかしています。この間ね、はい、東京遠征来てたもんね。はい、そうです。はい、でその東京遠征に来ていた時にハレリアトーナメントセンターにね、はい、来てくださっていて、でちょっと挨拶させていただいて、そのつながりみたいな感じでね、はい、今回、はい、やらせてもらってるんですけども、福知山市のご当地アイドルっていうのは、例えば僕前成田市住んでて、成田市のご当地キャラクターでうなりくんっていうのがいて、成田市がやってたの、そのキャラクターって。そこら辺ってどうなんだろう。福知山市がバックアップしているっていうわけではなくて、あの個人のハピママっていう、団体が運営してらっしゃるんですけども。あ、そうなんだ。そうですね。ですけども、福知山市の方にこうだんだん今浸透してきてて、地元市のマラサンカっていう、めちゃくちゃ地元では有名な地元市があるんですけども、そちらには何回も出させていただいてて、毎月出させていただくハッピースリーのコーナーっていうのが表紙をさせていただいたりだとか、それから、福知山市の80周年イベントにも、出演させていただいたり、地元の大学の学園祭に出演させていただいたり、地元とは深い関わりがあります。あ、じゃあ市が直接やってるってわけじゃなくても、皆さんとね、かなり仲良く福知山市を盛り上げてる存在ってことですね。はい、なるほど。で、ちょっとあれだよね、マジックもなんなら盛り上げたいみたいな、そうですね、感じっすよね。はい、はい、あのツイッターのね、プロフィールがかなり珍しくて、ハピスリのスマイルバズーカこと佐久間うららです。振り付け担当してるポニーテールの人。え、振り付け担当してるの。そうですね、最近のハッピーソリーの曲は全部担当させていただいてます。え、本当に。はい、じゃあともハッピーもいつか振り付けお願いします。はい、ぜひ。なんかやるときは、はい、やんないかもしれないけど、ハッシュタグ MTG に関わるお仕事するのが目標です。はい、これはすごいよね。マジック・ザ・ギャザリング大好きとかじゃなくて、ハッシュタグ MTG に関わるお仕事するのが目標です。もういきなりぶっこんでくるね。はい、本当ですか。あの4点ダメージか3枚ドロー、どっちがいい？はてな。これ最近のカードで危険因子っていうカードがありまして、4点ダメージ受けるか3枚相手に引かせるかっていうのを、その選ぶことを強制するカードがあって、まあ、どっちも嫌なんですけど、そのどっちも嫌みたいな選択肢を相手に与えるカードを使うのが好きみたいな、結構ディープなんですよね、これって。これマジックの人にしか分かんないんで、これだけ言われてもって聞いて、相手の困った顔を見るのが趣味。はい、趣味です。の後に、まあ変なよくわかんないほのぼの顔文字が書いて、はい、アリーのでハート書いてアリーの、まあ、本当に趣味なんだろうね。で3月京都 GP 丸、3月京都 GP 出ますよってこと。はい、もうスタンダード受付完了しました。おお、すごい。プロフィールの半分マジックではないこれね。そうですね、言ったらもうめちゃくちゃ趣味というか好きなんですよね、マジックが。僕はなんか人がマジックを好きなことに対してもうすぐ納得しちゃうタイプなんだけど、はい、皆さんからしたらちょっとアイドルがいきなりマジックのお仕事するの目標とか、4点ダメージか3枚ドローどっちがいいって聞くの趣味とか本当かなみたいな、マジック好きっていう手で釣りに来てるんじゃないかなみたいな。
感じがちょっと、はい、これはね、できすぎくんなんだよ。できすぎてる、このマジックの人たちに受けるにはちょっとできすぎてて、はい、若干怪しさもあるから、はい、今日はね、ちょっと性格悪いおじさんになって、はい、うららちゃんが本当に好きなのっていうのをちょっと正体を暴いていこうかなと思いますんで、覚悟してください。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。時飛ばし。はい、ってことで早速うららちゃんがマジック本当に好きなのっていうのをね、確かめるために僕がね、ちょっと性格悪く変身してやってみたいと思います。はい、覚悟いいですか？いや、怖い。はいはい、なんかツイッターのプロフィール、はい、表面的なものを全て信頼すると、え、こいつ相当好きやんマジックみたいな、はい、鎖回しゴブリンも書いてたよね、はい、前ね、はい、鎖回し系アイドルだっけ、はい、なんだっけ、はい、でマジックのお仕事するのが目標とかも書いてて、まあそれってなんかそのアイドルとしてもその頑張りたいし、フチヤマ盛り上げたいし、マジックもまあこういうコラボとかで盛り上げたいとか、そういうことでね、記事書いたりとかね。そうですね、アイドルやっていて、こうマジックが好きで、そういう人って、まあ、まずその先人でいなくて、うんうんうん、あ、マジック好きのアイドルでマジック盛り上げてますみたいな。そうですね、確かに女の子で盛り上げてる子だったら、例えばあのハレルヤの看板娘のケイチンとか、はいはい、まあ、先人は何人もいるんだけど、はい、アイドルでマジック盛り上げてますっていうのはパッとは思いつかない。私がこうすごくマジックが好きで、それを発信していくって言ったらちょっと大げさというかおこがましいかもしれないんですけど、こうもっと私がアイドルとして大きくなって発信力をつけて、さらにマジックのこともそれによってこう知ってもらう機会とかが増えるというか、アイドルとマジックってまあない組み合わせなんで。まあね、そうですね、だからマジックって結構男だらけのね、コミュニティではあるから、結果なんか別に女性もすごい楽しみやすいカードゲームだし、そのみんな女性にも優しい人も多いんだけど、もともとはなんか男性の中でやっぱり流行ってて、はい、女性が少なくて、まあそれは本当に珍しいんだよね。それは表面的に見たら、はい、あのツイッターのプロフィールとか、あとまあカードと一緒に写真撮ったりとかもあるんだけど、はい、これめちゃくちゃマジック好きやんみたいな風に、はい、一見見えるんだけど、やっぱりうららちゃんも言ったように、女性自体がまずマジックに少ないです、アイドルがマジックなんて超珍しいですっていう状態ってね、やっぱ人ってね、珍しいものをね疑っちゃうからね、やっぱりね。俺はなんかこう幸運にもこの間挨拶させてもらって、あ、この子マジック好きじゃんみたいなフィーリングでもう分かってるからいいけども、まだまだね、うららちゃんがマジック好きっていうのは皆さん見たことないから、マジックプレイしてるの見たことないもんね、皆さんね。そうですね、とだから怪しいと、はい、そもそもじゃあうららちゃんがマジックを、はい、その始めたのはなんで。私は今現在もなんですけど、うん、あのカードショップでアルバイトしていて、アイドルしながら、はい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 、でそこでこうマジックも取り扱ってるんですね。でいろんなカードをこう仕事のためというか、こう私がそこで働いている以上ちょっと知った方がこうなる仕事もしやすいとか、勉強のためにまずは自分も触ってみようってなって、いろんなカードをやってみたんですけども、他のマジック以外のカードはある程度強いデッキっていうのがもう決まってて、上級者みたいな方と私がこうなんか即席で作ったような初心者デッキみたいなのではもう圧倒的にこう点と違う差というか、もうこのカードを出したらデッキではもう 100% 勝てないよっていうか、対処法がないよみたいなことが多くて、はいはいはい、それでも何回やっても、まあ、100% 勝てへんし面白くないなって。ああ、なんかうららちゃんの中では全部触ってみたら、ね、マジックが一番その初心者と上級者の差が少なく楽しめると感じたってことか。そうですね、もともと初心者体験会っていうところからまず私は始めてみたんですけど、まあ同じレベルのデッキ同士で戦うじゃないですか、初心者のデッキ。そうだね、ハーフデッキだよね、はい、その時にやった上級者の方がすごいこう丁寧に教えてくださって、あ、その時アイドルとして活動をもうすでにしてて、福知山ご当地アイドルのうららちゃんが体験会参加するぞって言って手厚くみんな集めてくれたみたいな。まあでもその私だからっていうのではなくて、ほんまにその人たちもそういう人が好きっていうのはあると思うんですけ
ど、ああなるほどね。マジック好きなお客さんが新しい子参加するみたいだから、ちょっとみんなせっかくだからいっぺんに体験したら仲間も増えて楽しいじゃんみたいな感じでやってくれたんだ。はい、はい、そうです、ね、それ恵まれてるね。そうですね、なんていいショップなんですか。あ、もうこれはちょっと裏付け一つ取れましたね。これ結構マジックハマったり続ける上で大事なことなんですけど、周りの環境にスタート時から恵まれてるね、それ。そうですね、だいぶその前の方に助けられたっていうのは結構あると思いますね。はいはいはい。マジックでその初心者体験会から始めて、その時にちょうどチャレンジャーデッキっていうのが発売されてまして、その時にチャンドラちゃんのデッキを初めて買って、これだったらあの初心者でもスタンダード環境でもうちょっと足したら十分戦えるよって、こう素敵好奇心がくすぐられるんですけど、なんかこうそれこそその初心者っていうのが分かってるんで、その相手してくださる方もその私目線になって教えてくださるというか、一回こう止めて出す順番はこうだよとか、本当に最初持って丁寧、はいはい、に教えてもらって、でこうどんどんハマっていって、自分でこうカードを買い足したりとかしていって、こういいデッキが作れて、でフライデーとかにも参加するようになってっていう感じですね。なんかすごい周りの環境恵まれてて、トントン拍子でできたから、こうそのノンストップで楽しいなっていう気持ちがこう 100% 持続しながらどんどん上達ステップアップみたいな感じだ。はい、いやーそれはね結構裏付け2だね。人はなんか大きく成長してることに喜びを感じるし、その道中やっぱルール一個一個しっかり覚えたりとか、だんだん勝てるようになってきたとか、その周りの環境に恵まれ、自分がぐんぐん伸びつつ成功体験を積み、ハマることの裏付けなんだよね、それって。残念ながらあのねアイドル活動のなんかオプションでしょみたいな、マジックとかちょっとやったことあるだけで言ってるだけじゃねえのみたいにおっしゃる気持ちもまあわかるけど、勝手なね推察ね、その推察なんですけど、ただねそんな方たちにはちょっと申し訳ないけど、結構ねフィーリングでは別に分かってて、皆さんの前で論理的思考でこの子マジック好きって証明するか、あるいはまあ化けの皮を剥ぐじゃないけど、マジックとか全然よく思ってないよ本当はみたいなのをお伝えできたらね、まあ、YouTube 的にねアイドルいじめかみたいなちょっと炎上とかしつつ面白かったかもしれないけど、いやこれはマジックとかね僕とかにとっては相当ありがたいですね。ありがたい、ありがたい、ありがたい。いやでもまだ 100% 信じてないよ、はい、ちょっともう負けそうやけど、ね、まだ 100% 信じてないからね、はい、でもなこれ以上は皆さんもねマジックやってるところを見ないと正直わかんないっていうのあると思うんで、これからともハッピーチャンネルで、はい、はい、ハッピースリーデイズうららちゃんとあのね数本コラボ撮影して、その中には一緒にねマジックでいろんな対戦する動画も含めていくんで、ぜひそちら楽しみにお待ちください。はい、はい、で皆さんの目で確かめていただければと思います。はい、てな感じで今回はともハッピーとハッピースリーデイズの佐久間うららがお送りいたしました。ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。こちらおすすめ動画です。チャンネル登録もよろしくお願いします。ありがとうございました。